逆転裁判2男女2人で実況プレイ。裁判長、はい、神谷桐生の容疑を晴らす証人を入廷させたい。おう、誰？一体誰ですか？言うまでもなく彼女自身だ。マジで？神谷桐生だってほら2戦目拒否してんすよ。2戦目突入ですわ。そうだから桐生ちゃんは証言を拒否してるんで、それを出さないとダメなんです。ダメなんや。と、まあ、これも時間稼ぎだな。一旦ここで10分間の休憩は、はい、10分伸びた、やったー。取りましょう。検察側証人の準備をお願いします。了解した。うん、ダン。そうでしょうね、きっとね。なるほどね。うん、これでもやっぱ時間を。お、続くよ。おー、マジで続く続く。そして中編なんです、今回はね。あ、じゃあ中編は桐生ちゃんの話かな。そうやな。そうだね、多分ね、うん、では今の短さからしたらそうやな。でははい、行きましょうか。行きましょう。同日午前11時54分、地方裁判所被告人第3控室。はい。いきなり来たか、こいつ。やっぱり人質を取られると違うね、弁護士さん。うめ。まさかあの切り寄り俺の罪を癖でくれるとは。てんてんてん。くそ、悪人め。悪人め。やる方役？悪人め。あ、あれ、ハミちゃん、千尋さんは？それがわからないのです。ほう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 。強い力で呼び戻されてしまって。何それ何それ。強い力。てんてんてんてれてて。電話です。はい。ほっ。あ、なるほどくん、お電話が。うむ。いつの子さんだ。今回はちゃんとちゃんと誰から来てるか。今回はちゃんとね。ピッ。どうすか、まだ持ちこたえてるっすか。絶対上やった。そうです。まあ反則ギリギリで頑張ってます。うん、よかったっす。それでそっちはどうなんですか。殺し屋とマヨちゃんの行方は。それがそのさすがに手がかりゼロでは。そんなもう時間がありませんよ。何か一つでも手がかりがあれば。ほう、マヨちゃん吸収するまで持ちこたえる、はい、それだけを考えてここまで来たのに。もう今度こそ希望は絶たれたのか。え、テントよ。テントよ。テント。サーカスのテントが見えるわ。ほうほうほう、これはもしかして？来た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 。千尋さんすごいすごい力で呼び出されたという千尋さんが。あ、多分まゆみちゃんの方に呼び出されたんじゃないか。なるほどね。あの子今まで眠らせていたみたい。キョ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 。目が覚めてすぐ私を呼び出したの。うん、忙しいな千尋さん。うん、あっち行ってこっち行って。それでまゆみちゃんは。あの子は今小さな埃っぽい部屋に閉じ込められている。うん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 。その窓からテントが見えたわ。距離は約100メートル。約100メートル。井戸の子さん、この町には今いくつサーカスのテントがありますか。お、サーカス来た。サーカスと言ったら、うん、来たー、立ち見サーカスだけ。一つきりっす、立ち見サーカスだけっす。テントの周囲100メートル付近、そこにマヨちゃんたちはいる。なんすとー、ちょっと待たっす。はい、ケイトに早く動け、急げ。あ、糸の声やってね。それ、半径100メートルだ。それから、はい、それから窓の下にポストが見えるわ。窓の下にポスト。糸の子さん、ポストです。ね、了解。他には、千尋さん。ごめんなさい、小さな窓だから他には何も。窓は3階ほどの高さよ。古いオフィスビルの一室ね。はい、それで10番っす。左から出てきた急に。おお、もう少しです、頑張るっす。これで希望がつながったっす。終わりました。また連絡するっす。電話の電源切っちゃダメっすよ。ピッ。あ、でも法廷の時は切らなかったかな、やっぱり。千尋さん、まゆちゃんは無事ですよね。危険な状況よ、かなりお腹を空かせているわ。早く見つけてあげてくれ、糸の子さん。ラーメンが。そろそろ時間よ、いいわね、なるほどくん。よし、まゆちゃんが吸収されるのはもう時間の問題だ。大丈夫、持ちかされて、持ちかせて、見せる。答えろ、見つかせて。せ、大丈夫は。同日午後12時5分、地方裁判所第3法廷。では審理を再開しましょう。被害者を殺害した殺し屋は依頼人にこいつを手渡した。はい。そこで一つ疑問が生まれる。なぜこんなものを。確かに。その答えこそが真犯人の名前を語るだろう。うん、被告人のマネージャー、神谷桐生を入場させて、全員たちもらっちゃう。焦らんでええで、焦らんでね。また、ゆっくり言うわ。ゆっくり言うわ。うん。証人は、現在、死体、損壊、
操作妨害などの罪に取られている。もう突っ込んだし満足です私はね。しかし今日は殺人の罪を負うべき人物を探すためもう一度証言台に立っていただいた。分かっています。では早速伺おう。このクマに見覚えは、もちろんあります。あります。なんですと？そう、もちろん証人は知っている、我々に教えていただこう。このクマについて、はいはい、キリオさんがなぜ、なぜ知っている、なぜ知っているかですよ。クマのアクセサリーって実はそれ精巧なパズルになっているんです。ほう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 。正しい順序でパーツをいじるとバラバラにすることができるの。はい。中は空洞になっていて小物を入れることができるんです。かなり精巧だからやり方を知らなければ開けられません。見た目だけで小物入れだととは分かりませんしね、だそうですよ。開けたらいいやん。開けようぜ。空洞だろ。小物入れなのですかこのアクセサリーが。気がつきませんよね見た目だけは、見ただけでは、素晴らしい細工ですな。あ、では弁護人尋問をお願いします。やはり何かあったようね、あのクマさん。もう中のものは何もないってことじゃないか。中にはもうないってことかな。じゃあこれ、じゃあまあそれを揃っていこう。なぜそれを知ってる、パズルですか。そうです。見た目は普通のアクセサリーですね。確かにきっと何も知らない人間が見たらパズルだとはわからないだろうな。一体どういうパズルなんですか。次へ行きます。正しい順序でパーツをいじるとバラバラにすることができるの。パーツをいじる、どんな風にやるんですか。まず尻尾を右に回すと押し込めるようになるんです。はい。お、本当ですね。すると手や足や頭のパーツが動くようになります。これは右左になあ、シャッシャッシャッって言ったね今。あ、いじくってる感じがしたんか今。そういうことかな。裁判長夢中になってるぞ。遊んでる遊んでる。遊ばないで。遊ばんといて裁判長。あ、私にか構わず進めておいてくれ。得気や。ちょっとパズル得気やろこの人。楽しそうだけどいいのか。そのパズル解くとどうなるんだろうか、はい次はこれで、ね、小物を入れることができます。どうしてあなたがそんなことを知ってるんですか。簡単なことです。私が買ってきたから。おお、なるほど。なんですって。友人とスイスで旅行へ行ったお土産にね、じゃあこれはあなたからのプレゼントだったのですか。そうです。クマの形をしていてあの人にぴったりだと思って、キリオさんのプレゼント。証人、証言を続けてもらいたい。はい。かなり成功だからやり方を知らなければ開けられません。そのパズルの解き方を知っていたのは二人だけです。藤見の伊沢と私。なるほど。スイスのお土産だからこれと同じものを持っている人は、この国にはあまりいないでしょうね。いないと。でもこれだったらすぐ壊せそうですね。中のものを取り出すだけでしたらおもちゃですからね、まあ壊してしまったら元には戻せませんけど。見た目だけで小物入れとは分かりませんしね。はい。もう分からんよ。それが小物入れだと知っていた人物は。私は誰にも喋っていません。不死身のも話していなければ知っているのは二人きり。はい。二人きりですか。では当然大トロさんも知らないわけですね。点点点。とりあえずこの辺で情報をまとめておこう。オッケーオッケー。不死身とキリオしか知らない、木製のパズルで小物入れ。オッケー。まあこれは揺さぶればかな。進む展開やったのかな。さて、はい、そろそろ気が済んだかな弁護人。はてな。この尋問で押さえるべきポイントはたった一つだ、すなわちこいつは小物入れだった。ふむ。我々はすでにそのポイントを押さえていた。はい。それならば次に知るべきこともたった一つ、すなわち小物入れの中身は何か。それですよね。中に 何か入ってるのですか。それをこれから確かめる。証人、まだ開けてないのか。はい、そうだね。裁判長開けろ早く。これ開けられるのはあなただけだ。裁判長ダメやった。お願いする。
さあ、中身何？胡椒？少々。桐生さんがパズルを解く間、法廷内は痛いほどの沈黙に支配された。カッチャカッチャカッチャ。開いた。カッチ？解けました。はい。なんだ？何が入ってたのよ。これでよろしいかしら？もしかして？はい。何ですかそれ？メモみたいですが。聞くまでもない。そうだな、弁護人。まさか。まさか。衣装だ！衣装だ！衣装？みじみの伊沢のマネージャー、天野ゆりえが残したものだ。マジで？たった今まで行方不明だったが、やはり隠されていたのだ。死体の発見者は、ふじみの伊沢によって。なかなか綺麗な字を書く女性だったようだな、うん、天野ゆりえ、この通り本人のサインも入っている、はい、これこそが自殺の際に彼女が残した遺書なのだ。はえーはえー静粛にシャラップ初任、あなたはこのこと、これだから、ええー、不死身のから聞いて知ってました。死体を発見した時、私はアクセサリーを探しました、うん、公表される前に始末してしまいたかったから、はい、でも見つからなかった。すでに持ち去られていたのだ、殺し屋の手によって。完全にケニーさんのペースね。遺書が発見された。じゃあ次に問題になるのは、何が書いてあるか。そうですよね。そう、まあ想像はつくけど、はい、それではここで遺書の内容を公表したいと思う、はい、もうどうしようもないんでしょうね。それを手に入れるためにずいぶん無駄なことをしたのに、彼女のためにも燃やしてしまいたかった、うん、申し訳ないが、それはできない。裁判長、遺書の内容を読み上げていただきたい。はい、わかりました。なんなん、これが大トロに関することがのね、こう書いてあったらやばいね、うん、なあ、うん、静まり返った法廷内に裁判長の声だけが響く。入江さんは全て書き記していた。大トロにいいように利用され捨てられて、いざ結婚が決まると今度はそれを邪魔されて、うん、絶望のうちに死を決心したこと。全部書かれてた。以上です。以上です。一つだけ言っておきたい。検察側は大トロ信号の人格を攻撃するつもりはない、うん、では一体。もちろんその目的は殺人の動機を立証することになる、うん、そうだな、証人。ええ、事件があった晩、不死身のはその遺書を公表するつもりでした。授賞式の後、記者会見を開いて。何ですって？大トロ信号は何よりその爽やかなイメージが大切だった。だから遺書の公表だけは阻止しなければならなかったのだ。いかなる手段を使っても。来ました、熊のアクセサリーより発見、はい、大トロのひどい仕打ちを告発する内容。ざわ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 ざ、自分のせいで人を殺しようよなんてさ、今度はそれをぶら下げたら人間流すって知らない。なんで自分なんかあれはクズだよな、マジクズだよ。今度こそ疑問の余地はない。殺し屋に依頼した人物の目的はこの遺書にあった。そしてその遺書がどうしても必要だったのは被告人だ、うん、そして実際遺書は被告の屋敷から見つかった。ざわざわしてますね。ざわざわしてますね。はい、静粛によ。来た、よし、来た。あれ言ってくれんかった。あら、どうやら私たちは真相にたどり着いているようですね。被告の犯行動機は自己中心的で同情の余地は全くない。うー、もう逃げようがないぞ。どうしたの、なるほど君。まだあなたの電話は鳴ってないわ。そう、これをまだ食い下がっていなければならない。致命的な証拠は2つ、アクセサリーとあの遺書だ。そのどちらかに逃げ道があるかもしれない。裁判長は傷口を手に取ったわ。これ早く、これはどっちかをやるやつやんな。あ、じゃあセーブ。早くって言ってるけどセーブしよう。セーブしよう、セーブしよう。今セーブ。オッケー、裁判長が傷口を取ったわ。早くポン、急げ急げ急げ。遺書かアクセサリーか、怪しいのどっちだ。どっち、これね、これね、これね、どっちですか、これね。え、でも、ちょっと待って、衣装一回見よう。でもね、アクセサリーの方は2人しか知らないって書いてあったんですよ。
すげえ赤文字で2人しか知らないみたいな。でね、遺書についてはああそこまで重要な言葉、まあ、線引きはなかったんですよ。 赤文字とかはかっこいいやん、お母さん。どうしたの？そうアクセサリーじゃない？そうやな、だいたい2人しか知らんねやろ。そうで2人しか知らなかったみたいなことが言ったんですよ、ずっと。赤文字で2人しかな、しかしか言うてんもん、うん、しかしかしかし、じゃあこれは私はそれに乗っかる、乗っかります。行きましょうか。これ違ったらちょっと1分黙るわ。2分の1やから安心してくれ、はい、行くぞ。ポン、いやりいやりできて、合ってない。どう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 、お待ちください裁判長。トントントンってこうへん、いきなり。いや、弁護士まだ認めない気だろ。犯人無罪状なんてとんでもない弁護士ね。殺し屋は伊佐夫さんを殺害後、こいつを現場から持ち去った。依頼人に頼まれたからです。それがどうかしましたか。ざわざわある時ほんと喋りにくい、うん、そうね。依頼人が大トロ信号だとすると、こんなことはありえないのです。矛盾しています。やって、ごめんさん。うわ、やったやん。大丈夫か。ダメか、遺書か、え、どっちだ。このクマは見た目から小物入れとは分かりません。そうやねん、そうやねん、はいはい、ましてこの中に医者が、医者、医者は入んないっす。医者は入んないっすよね。この中でメスとか言えへんし、メス。汗。よしよしよし。大太郎慎吾がそれを知っているはずがない。オッケーオッケーオッケー。知らないならね。うん、ってことね。ああ、それは確かに。そう、最初から考え方がおかしかったのです。大太郎さんがこのアクセサリーを欲しがるはずがないのです。来たんじゃ？うん。カンカンカン。静粛ね、静粛ね、静粛ね。なんでそこ英語じゃなかった。いつもやったから。あ、そっかそっか、変えてきたのね。連発やから変えた方がいいかなと。確かにその通りです。いかがですか、三つ目キャンチ。はいはいはい。とっさの思いつきにしてはうまくいったな。残念ながら。残念か、彼はそう思ってないよね。マジか。はいどうもみたいな感じか。礼を言わせていただこう。はい、どういうことですか。弁護側はさらなる絶望を望んでいるようだ。じゃーん、これを見ていただきたい。来たよカメラ。それは何ですか。超小型のビデオカメラだ。そうやんな。その性能ゆえ盗撮目的に使用されることも多い、うん、盗撮。おかしい、あの盗撮カメラなら僕が持ってるのに。大太郎慎吾と被害者は互いに異常なライバル意識を持った抱えていた。まあそんな感じで。ああ、ついにはこんなものを使って相手の弱みを握ろうとしていたのだ。うんうんうん。つまり被害者の藤見野功は私生活を監視されていた。もちろん大太郎慎吾によって。じゃあまたざわざわすんで、これあいつも盗撮だったよ。正職に弁護人。こら弁護人。怒られた。めっちゃ怒ってる。はい、まさかあなたは盗撮の事実を知っていたのですか。まあまあじゃありません。おそらく君は不思議に思っていることだろう。クマの目に仕掛けられたカメラは僕が持っているのにと。私の持っているこのカメラはそれとは別のものだ。昨夜ちょっと思いついて被害者の自宅を調べさせた。ほうほうほう。こいつを使って伊藤子さんの探知機。ちなみにこのカメラには被告人の指紋が残されていた。マジか、大太郎慎吾の指紋ですって。どうやらカメラはいろんなところに仕掛けられていたようね。なってこった。これでお分かりだろう。大太郎が遺書の情報を掴んだのは当然のことなのだ。こうして被害者を見張っていたのだから。完全にやられた。ざわ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 、きたきた。おいおい、また何が考えてんだろ弁護士。マーマーのお兄ちゃん、最初に言い放つの。ダメ、読み合わせちゃう。この日やつ気持ち悪い。なるほどくん。は、はい。どうかしら、次の手は見つかった。次の手、そんなものあるわけが。確かに、ミツル賢者の一生は完璧に近いわ、うん、でも、一生を急ぐあまり、彼は一つ重大な見落としをしているわ。なに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 、なんですって。当然すべき検査をしていない証拠品がある。はい、当然するべき検査。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。
ャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。